MJ リサーチ総合探偵社、調査歴20年、現役探偵のわかめです。今回はですね、探偵の人探し調査ってどういうふうにしていくのということで、実際の探偵の依頼で人探し調査が非常に多くなっておりますので、その探偵の人探し調査の手順を説明していきたいと思います。このチャンネルでは探偵に依頼してみたい、そういった方のために探偵の情報を発信するチャンネルになっております。ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。またLINE でご相談もお受けいたしますので、概要欄の方から LINE の方の登録の方もよろしくお願いいたします。まず探偵が行う人探し調査として3つの段階に分かれます。まずは調査、2番目に引き合わせ、そして3番目に見つけた後のアフターフォロー、その3つを1つずつちょっと説明していきたいと思います。まず一番重要になってくるのがもちろん調査です。調査段階には5段階にまた分かれていきます。まず1つ目は依頼者様からの情報をしっかりと聞き取る。この聞き取り調査が非常に重要でですね、例えばその家出をしてしまった息子さんであったり、出て行って失踪してしまった旦那さん、その方の情報、趣味であったりとか今までの生い立ち、どういったところが好きなのか、そういった情報が非常に後々の調査に役立つ。そして聞き取り調査の中で、例えば携帯電話、また財布を家に置きっぱなしになって出てっているパターンがあるんですけど、そういった時はもう自殺の可能性もありますから。でまた遺書ですね、そういったものが残っている場合は早急に調査をしていかなければ命に関わってくることになりますので、そういったところを中心に聞き取り調査を行っていきます。次にデータ調査です。自宅の方にですね、ガサ入れという調査を行っていくんですけど、自宅の中に置いてあるもの、例えばスマートフォンであったりパソコンがあれば、そこのパスワード解析をして検索履歴であったりとか、どこどこの宿に予約を実はしていたり、そういった情報をデータから取得していきます。3番目にそういった聞き取りやデータをしっかり取得した上で聞き込み調査に入ります。聞き込み調査はそのデータや情報で出た場所、例えば漫画喫茶が好きだであったりとか、こういったホテルによく行ってる可能性があるというところに直接調査員が聞き込みに行きます。その聞き込みもですね、探偵が探しているってことが露見してもらいたくない、またバレたくないっていう方であれば、実際にその調査に関わらない内容でそこにいるのかどうか、または滞在していたか、また目撃情報があったかという情報を少しずつ集めて本人確認のための調査につなげていきます。4番目にローラー調査に入ります。これはもう言葉の通りですね、その地域、移送である場所に対して調査員たちが一斉に足で使って歩いて探しに行きます。その時に例えば趣味であったり、パチンコが好きだとか、またゲームが好きだっていうのがあれば、そこに合わせた場所に調査員たちが歩いてみて、しかもその本人かどうかをですね、写真の方で確認して、あとはまた出て行った時の服装、荷物、特徴、趣味、またはタバコを吸う、メガネをかける、そういった情報を全部集めた上で歩いて探していくのがローラー調査になります。それでも見つからない場合であったりとか、探してもまだ情報が出ない場合には、5番目に素行調査に入ります。この素行調査というのは、例えば聞き取りで出た仲の良かった友人、元恋人、もしかするともう詐欺であったりとか脅されているかもしれないっていう対象人物の方をマークして、実際そこに囲われている方があったり、あとは駆け落ちとかもあるんですけれども、そういったところで周りの情報、友人であったり関係者からも探していくような調査方法を取っていきます。今言ったように調査を行って、見つかった場合、次に引き合わせになります。引き合わせというのは、対象の家を出てってしまった方に、探偵が調査を実際に行っていて見つけてしまったら、出て行った人に知れば、なんだ探偵を使って見つけたのかと思われてしまいますので、こっそり依頼者様をその現地に連れてきて、依頼者様が探したかのように、もちろん依頼者様もいろいろ動いてはいるんですけれども、こっそりそこを引き合わせるということを行っております。その引き合わせの際にですね、依頼者様が地方にいてなかなかその現地に来れない、時間がかかってしまう、その時はそのまま自分たちが出ていった対象を追尾してですね、その間にどういった生活をしていたのかと、またどういったホテルにいた、あとは関係する人物なんかがいるっていう情報を得た上で、ご依頼者様に引き合わせをしていきます。浮気調査、人探し、ストーカー対策、婚前調査、全部探偵にお任せ。株式会社 MJ リサーチ、まずは無料相談。そして引き合わせが終わった後に、次に一番重要になってくるところがアフターフォローになります。家出で見つかったからといってそれが全て解決ではございませんので、やはりなぜ家出をしたのか、必ず理由があります。その理由を親御さんであったりとか、ご家族であったり、しっかり話し合っていただけるために、家族間のカウンセラー、または家出に特化しているような団体、または弁護士、詐欺なんかでもあるんであれば弁護士を介入させて、なぜ家出をしてしまったのか、なぜ失踪してしまったのか、そういったところをしっかり直していただいて修復していただければと思っております。人探し調査の手順として緊急度合いが入ってきますので、自分でもちろん探すという考えもありますけれども、プロに頼むことによって早急に見つかり、そして解決につながっていきますので、何かありましたらすぐにご連絡いただければ対応していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日のご視聴ありがとうございました。